では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダ新型アコードということでね、今低速で走っております。いやー、かなりの静粛性ですね。今ね、少しハンドル切ったんですけど、それなりのね重みがありました。重厚感のある車に乗ってるんだなという感じがしましたね。でやっぱねこれ車高が低いんですね。車高の低さをね感じますね。走りそうな感じ。今モードがノーマルモードですね。表示の方はね EV になっております。EHEV ということで、まあ2モーター式なんですけども、1つのねモーターは常に充電をするという感じで、かなりね電気だけで走れるという感じの車になってますね。おお、このやっぱヘッドアップディスプレイがねすごい見やすいですね。なんか不思議な感じです。今ねだいぶ明るいんですけど、昼間でもねはっきり見えますね。今回のねアコード、いろんなところにね静粛性能がね加わってるということで、かなりねかなり静かですね。今これね運転してるんですけど、後部座席に乗るとどんな感じなんでしょうね。でモードはね3つあります。今ノーマルモードで、コンフォートモードをしてみます。おほほほ、あ、なんかサスペンションがね変わるんですよね。この3つのモードでね、サスペンションとこの4つのタイヤをね制御するということで、かなりね今コンフォートモード、すごい柔らかい、ものすごい柔らかいね乗り味に変わりましたね。これちょっと体感的にね結構変わります。ノーマル、ノーマル、まあ、いわゆるホンダのね少し、まあホンダってね結構少し固めの設定ですよね。いつもね乗り慣れてるホンダの感じがしますね。じゃあちょっとスポーツモード、スポーツモードでもそんなに硬くないかな。まあ今ねこの路面がそんなに悪くないとこ走ってるんでわからないんですが、でこのスポーツモードはねこの疑似音がこっから鳴ってるということで、あ、確かに、おお、ちょっとモーター音というかこのエンジン音、エンジンのね音が結構チューニングされてるような感じかな。音をチューニングしてるような感じがします。一旦ちょっとノーマルモードで、あ、そっか、今ちょうどねこれ踏切なんでコンフォートモードに切り替えてみます。一番柔らかいサスペンション、一旦停止ですね。で右左、おお、あ、すごい柔らかい。すごい柔らかいぞ。確かに、まあ多少はね、揺れるんですけど、この、なんて言うんでしょう、すごいふわふわ感がします。このふわふわ感ね、好き嫌い分かれると思うんですけど、助手席とかね、後部座席に人を乗せてるときは、このモードいいと思いますね。で、これだけね、乗り心地がいいとね、居眠り運転しちゃいますよね。ドライバー注意力モニターというものも、設定されてますね。いや、ホンダセンシングとね、いえども、いろんな機能がね、ついてるんですね。もちろんね、前の車にね、ぶつからないというような補助システムとか、このハンドリングをね、制御してくれる機能もついてます。で、踏み間違いね、よく、コンビニとかに突っ込むやつね、あれ、前も後ろも、踏み間違い機能っていうのが、軽減機能がついておりますね。まあ、あくまでもね、ホンダセンシング、基本的には、自分で、注意して運転してくださいね。今こちら、大きな道に出てきました。今時速 42-43キロですね。すごいねやっぱこうスピードに乗ってくると、さらにねこの静粛性の違いっていうのが分かってきますね。す
ごいなんかやっぱね、このゆとりのある乗り味だなという感じがしますね。アクセルもね、今ほとんど踏んでません。雨踏みです。それでね、スーッとね、もう50キロぐらいまで到達しますね。スピードをね、出しすぎちゃうぐらいかなという感じですよね。気をつけないとね、静かすぎるんでね、なんかスピード出てる感があんまりないんですよね。スポーツモードしてみましょう。インジケーターが赤くなりました。やはりね、エンジン音がね、聞こえてくるような感じがしますね。ボンネットの方から聞こえてるのかなという感じもするんですが、今これ疑似音が鳴ってるのかな。そうなのかな。なんかチュインっていう音も鳴りますね。加速もね、すごいいいんですけど、ものすごいね、こう G がグッとかかるほどの加速ではないですね。2リッターのね、ターボモデルっていうのが、海外では売ってますよね。2.0T やったかな。あのモデルが、シビックのね、タイプ R と同じエンジンを積んでるということでね、結構噂になってましたよね。そのモデルはね、今回日本には入ってこないという感じですね。はい、コンフォートモードで行きましょう。今少し路面の悪いところ、コンフォートモード結構私好きかもしれない。なんかね、やっぱゆったり乗れるんですよね。このアコードってね、やっぱそのあんまり急がない感じですよね。ゆったりね、大人が乗る雰囲気だなと思います。このヘッドアップディスプレイいいわ。視線がね、あまり変えなくていいんでね、安全性能もね、これで上がりますよね。で、燃費の方はね、WLTC モードで 22.8kPa と、で、JC08 モードは 30.0kPa と、優秀ですよね。まあ実燃費でね、だいたいまあ20キロ前後走る感じですかね。まあでもこのクラスでそれぐらい走るってすごいですよね。今ナビを設定しました。やっぱりね、大きい画面がね、すごい見やすいなという感じしますね。ちなみに今 E コンモードで走ってます。この車あれやな、ずっと E コンモードでもいいかもしれない。全然パワー不足感じないですね。これはちょっとロングドライブがかなり楽そうですね。ヘッドアップディスプレイのところにね、ナビの誘導が出ますね。あと 550m で左という感じで。あ、これナビめっちゃ見やすいかもしれん、ヘッドアップディスプレイ。あ、ミラー見やすい。こう若干ね、ブルーがかってるんですけどね。すごいね、なんか何やろ、ミラー見やすい。クリアーな感じがする。いや、ハイブリッドカーって面白いですよね。これから電気自動車がね、どんどん出てくるかと思うんですが、こういったね、この本来のね、エンジンの素晴らしさというか、この鼓動といいますかね、車に乗ってるぞ感っていうのが出せるので、この両方楽しめるこのハイブリッドカーってね、本当に面白いなと。スポーツモードで EV どうなんねやろ。できる。スポーツモードで EV モードできる。あ、すごい静か。あ、これなんか変な感じ。足回りが硬くなって、ね、よりコーナリングとか楽しみながら、しかも燃費を稼ぐという感じかな。おお、すごい。モーター全開って感じ。ちゃんとね、ナビしてくれますよね。200m 先左と。いや、このヘッドアップディスプレイやっぱいいわ。これ欲しいわ。まもなく玉井を左方向で。あ、ゴール。チェッカーフラッグが出てきました。はい、いかがでしたかね。ホンダアコード、いや、静粛性とね、乗り味の変化がすごい良かったと思います。
こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。